いいですよ。でも、どんなお話をしましょうか。私ですか？はい、構いませんが、退屈してしまうかと。あなたの興味が湧くほどの話ではないと思いますので。私は小さい頃、よく一人で家にいることが多かったのを覚えています。友達が少なく、人と話をする機会もあまりありませんでした。暇な時は、よく家の蔵書を読んでましたね。そのほとんどが政務や外交の指南書ばかりで、数少ない兵学の本が私の宝物となりました。その時思ったのです。将来は幕僚になれたらいいなぁと。主君に策を求められたら、これ見よがしに虎の巻を出すのです。その上、誰にも邪魔されず、布団の中で眠ることができます。そうですね。今まで家にこもっていた私が、今の地位にいきなり押し上げられるとは思いもしませんでした。今でもはっきり覚えています。就任初日、100人以上の方が挨拶に来たことを。きちんと彼らの名前を覚えようと努力したのですが、結局20人くらいを超えたところで諦めました。最後は仕方なく政務を処理するふりをして、紙に一人一人の似顔絵を描き、その横に名前を記して覚えることにしたのです。ええ、ですからあなたの成長を見るたび嬉しく思うのです。もしかしたらいつの日か、あなたは私よりも人前に出るのにふさわしい人間になり、皆さんの期待を背負えるようになるでしょう。その時は、私があなたの幕僚になるのも悪くないと思うのですが、どうでしょうか。帰ってきていたのですか。ちょうど本日の政務を終えたところです。できれば、あなたと一緒に海へ潜って、景色を眺めたいです。この世の中は悩み事に満ちていますが、どんな悩みも海の広さに比べればちっぽけなものです。古今東西、年月が過ぎても海は変わりません。水中の世界にいると心が落ち着きます。たまにあなたが無理をしているように感じます。ですので、私が普段からしている息抜きの方法をあなたに教えてあげたかったのです。それは確かに問題ですね。あ、少々お待ちください。いい案を思いつきました。ものすごく大きな泡を作り、私たち二人を包み込むのです。そしてゆっくりと水中に沈めば、一緒に水の中を泳ぐことができます。そうすればエネルギーをより早く回復できるのではないでしょうか。私も誰かと一緒に海へ潜ったことはないので、楽しみです。いえ、大丈夫です。もともと息抜きのために発案したことですので、どうぞ気楽に。それに、私という軍師もいるではありませんか。あなたはゆっくりと休んでいてください。残りはすべて私にお任せを。